カシン氏の紋章、カシンは、ロシア連邦の都市、ボルガ川支流のカシンカ川流域の農村地帯にあり、トベリ州に属し、トベリ州、モスクワ州、ヤロスラブリ州の宗教近くに位置する。モスクワより北に 204km、カリア人からは 25km。人口は2002年の国勢調査で17,299人、1989年の、 調査では2万1186人。ロシアのことの一つである。カシンの町は1238年のモンゴルのルーシ進行の際に略奪を受けたことが年代記に記されており、これが文献上の書室である。トベリのトベリ広告大公、ミハイル・ヤロスラビチは、息子バシリーに領地として、カシンを与え、彼は短命に終わったカシン広告の祖となった。 ミハイル・ヤロスラビチの妻・カシンのアンナは、カシンの女子修道院を開き、殺された夫や息子らのために祈りながら1368年10月2日に、この女子修道院で没するまで過ごした。ロシア正教会により1650年劣勢され、身内の喪失に苦しむ全ての女性の守護聖人となった。彼女の奇跡が働いた遺物は、現在もカシンの主の商店聖堂に保存されている。 1382年、家臣はトベリ公国に併合されたが、1399年から1426年にかけては第二次家臣公国が成立し、ホルムの公とトベリ対抗家の主導権をめぐり争った。15世紀前半のモスクワ対抗国の内戦時代にトベリ公国も介入を行っているが、1452年、家臣は ドミトリー・シェミア・カ軍の工場戦に耐え抜いた。1486年、イヴァン三世により、トベリ公国の残りと共に、モスクワ大公国に併合された。1708年、カシンはインゲルマンランド県に編入され、後に、県は改名して、サンクトペテルブルク県となった。サンクトペテルブルクに近い、この地では盛んに修道院、聖堂、教会などの建築が、 この時期に行われ、その中でも最も古い1646年の木造の教会が近年まで残っていたが1998年に消失した。カシーンの町カシンスキー地区の中心都市としてトベリ州の主要都市として経済的にも重要である。主な産業は農業と地区産業。この地方で最大級の酒造メーカーベレスクの本社や カシンスカやブランドのミネラルウォーターを製造するエラ社もカシンにある。こうした飲料の他にも、食肉や牛乳などの食品工業が盛んで、電気工場、繊維工場も稼働している。また温泉料用地やリゾートとして知られ、トベリ州の人々が休暇をカシンカ川沿いの野原で過ごしている。ありがとうございます。